おい、なんだ、人だ、人が倒れたぞ。救急車を呼んで、駅の人に連絡しなきゃ。じゃあ、何？最近の変な事故や事件はその子のせいだっての？ふん、非科学的だ。だから、誰もそいつのせいだなんて言ってねえだろ。でもそいつ、確かに言ったんだよ。その、始まるって。始まるって言われても、その、何が始まるんです？むっきー！知らねえよ、そんなこと。うん、突然信じろと言われても正直困ってしまうな。幽霊は実在するわ。睡眠不足や精神的なストレスによって人は幻覚を見やすくなるの。砂漠で迷った対象がオアシスを見るのと同じ感情が実質を持つのよ。あんた確か爆弾の自己紹介がまだだったかしら。ミラ・キミシマよ。 CIFM で研究員をしているわ。それでミラ、さっきの話はどういう意味？ええ、つまりオアシスも幽霊も見える人には本当に見えているの。どちらも彼らにとっては確実に存在する紛れもない事実だということよ。ふん、つまりマリアに休みをやれということか。困ったわ、私そんなに働かせすぎちゃったかしら。お前らな、いい加減にしろ。大体あんたも。でもね、あなたの見た真実はあなたにしかわからない。それだけは覚えておいた方がいいわ。医局長。何事？ディスパッチセンターから救急要請。ポートランド駅で乗客が全身から出血、意識不明の重体です。ハンクとマリアは現場へ急行。エマはダネルとオペ室を準備して。了解。わかった。リザルガムファーストケアだ。状況を報告しろ。わかりません。列車が到着して、それでこの人が倒れてて。情報なしか。仕方ね。身元がわかったぞ。ジェニファー・ブレア、32歳、女性だ。仕事の都合でボストンからこの列車に乗ったらしい。誰かこいつの持病と通院歴を調べろ。処置を開始するぞ。なんだこりゃ、こんな症状見たこともね。マリア、ディスパッチセンターから連絡だ。救急隊の到着が遅れている。何だと？ヘリでも何でもいい。すぐに回すように伝えろよ。他でトンネル事故が起きているんだ。到着まで現場を維持するしかない。やってらんねえぜ。とにかく患者を見よう。応急処置だけでもやるしかない。そうは言ってもバイタルを維持するしかねえぞ。痙攣だと？わけがわからねえ。持ち直した。救急隊はまだか？すみません、あちらでお客様がもう一人。手なんか離せねえよ。こっちへ連れてこい。わかりました。
あざが同じ症状か。持ち直した。おい、意識あるか？聞こえたら返事しろ。大変です、またお客様が血を吐いて。マリア、まずいぞ、何かおかしい。そんなことは分かってるよ、今は処置するしかねえんだ。全員患者を並べやがれ。クソ、こいつもかよ。安定したぞ、今のうちに次の患者を見る。どうしてこんなことに。突然暴れ出してショーウィンドウに突っ込んだのだ。原因は分からんが危険な状態だぞ。出血がやべえ、まずは止血を開始する。ガラス片は摘出したな、服を切断して傷を塞ぐぞ。傷の切断を完了した、傷が多いぞ、すぐに処置する。まずは服を切らねえと。止血完了した、敵の処置を始めた。よし、あれだ、このまま左腕の処置に移る。すぐだ、すぐに終わるからな、頑張れ。くそ、よし、血が止まった、一旦処置するぞ。確保して輸血を開始する。消毒完了、救急隊はまだかよ。ちくしょう、維持するしかねえのか。補血してるのは腕に少量の出血も見られる。左腕と右足も骨折しているな、一体何があったんだ。もう何があったって不思議じゃねえ、とにかく処置するぞ。よっ、裂傷自体は深い傷じゃねえ。つまり裂傷の処置を完了した。他の連中は大丈夫なんだろうな。よし、よく我慢したぜ、すぐに固定してやるからな。いいぞ、包帯を出してくれ。おい、左腕の処置を完了した、次の幹部に移るぞ。頸骨の矯正を完了、シーネで固定する。盤石だ、包帯で固定してくれ。よし、これで終わりだ。救急隊はまだか。マリア、救急隊だ、搬送できるぞ。こっせんだよ、すぐに搬送開始するように伝えろ。分かった、全員一気に搬送するぞ。終わったか、さすがにこりゃビビったぜ。よくやったな、マリア。お前のおかげで助かったよ。そりゃお互い様だぜ。患者が助かりゃそれでいいんだよ。いいぞ、あとは頼む。これで最後か。あんたか、よかったな。まだ安心はできねえが、患者は全員。おい、どうした？シビクでもピークスでも同じことが起こってる。事態を把握しきれないの。
いいえ、その場に応援が到着したらすぐに。切りやがった。マリア、手を貸してくれ。ああ、今行く。時間砲、ドクターをお連れしました。わかった。すぐに向かう。ユーサムリトへようこそ。久しぶりだな、若造。妙だと思えば、あんたの差し金か。俺は医者を辞めた。人の家まで押しかけて一体どういうつもりだ。これは？一週間前、バック後部で見つかった人骨だ。バック後部？ポートランドのか。確かに近所だな。それで、俺は葬式にでも参加すればいいのか？少し妙な点があったので調べさせていたのだ。だが担当した研究者におかしな症状が出始めてな。おかしな症状？ああ、それでお前を呼んだ。病名、症状、感染経路、分かることの全てを知りたい。お前ら政治家は何でも思い通りになると思ってんのか。寝言は寝ていえ。俺は帰るぜ。望みの金額を出す。お前の出す条件にも全て応じよう。それほど深刻か。まあいいだろう。特に条件はねえ。患者はあれか。そうだ。診断の際にはそいつを着用しろ。マスクね。なんとも頼りがいがあるな。嬉しくて泣けてくるぜ。ふん、安心しろ。空気感染があればお前に見せる患者が山ほど増えとるよ。それとこいつを用意した。おはようございます、ドクターカニンガム。勘弁してくれ。なんでこいつがいるんだ？知らなかったか。そいつはもともと政府が開発したものだ。お前が使っていたものの他にもいくつか端末はあるからな。リザルガムでの情報をダウンロードしておいた。不自由はあるまい。やれやれ、この国の税金が安くならないわけが分かったよ。ん？何か言ったか？いや、なんでもない。さあ、診察を始めようか。診断にマスクと手袋か。一体どんな病状だ？現在、入手した情報がありません。診断候補は抽出不能です。あのな、当たり前だろ。まだ患者に会ってもいねえんだぞ。失礼しました、ドクター。質問に対し返答を返すのが私の役目ですので。なんだろうな、賢くなってる分余計頭にくるんだが。今私を褒められましたか？ありがとうございます。いい、もう診断を始めるぞ。さっさと用意しろ。イエス、ドクター。診断を開始します。よう、軍人君。若いな。名前は？ん？どうした？まさか口が聞けないか？いえ、
そういうわけではありませんが、その命令がありませんと。おい、勘弁してくれ。命令がないと名前も言えないってのか。ドクター、軍人の独断専行は国家の危機に直結しますので。国家の危機ね、分かったよ。おい、ロニー、今すぐあのタヌキを呼び出してくれ。さっさと命令とやらを出すように説得するんだ。イエス、ドクター。少々お待ちください。うん。左のまぶただけ不自然に下がってるな。ロニー、記録し。イエス、ドクター。これは腕の太さが左右で違っているか。ロニー。イエス、ドクター。あ、これは指先が異常に腫れているな。ロニー、ショッ。イエス、ドクター。おい、ロニー。命令とやらはまだかよ。お待ちください。たった今許可が下りたようです。医師に従い診断に協力のこと。以上通達です。やれやれ。どうだ、これで協力する気になったか。イエス、何なりとお申し付けください。あ、まあ、さあはやめろよ。イエス。それでは自覚症状を報告させていただきます。自分は数日前より胸に痛みを感じます。なるほど、共通があるか。ロニー。イエス、ドクター。自分は血液の混じった痰を吐き出すことがあります。血痰が出ると。なるほどな。ロニー。イエス、ドクター。自分は左腕にしびれを感じます。しびれか。左腕はむくんでいる方の腕だ。少し聞かせてくれ。しびれがあるのは左腕だけか。イエス、自分の感覚ではそうであります。だから、さあやめろってのに。まあいい、ロニー、記録しておけ。イエス、さあ。症状、腕部のしびれを取得しました。あとは小さなことですが、わずかに指先が腫れているように感じます。報告は以上です。目立った症状は集まったな。共通に血痰、呼吸器系の疾患か。ロニー、 X 線検査だ。それから腕のしびれが気になるな。 MRI で頭部の検査を行う。イエス、ドクター。診察、 X 線検査および MRI 検査を解禁しました。ドクター、現在。よし、上出来だ。早速検査していくぞ。鎖骨と重なる位置、これは左肺の上部か。ロニー、収容営だ。症状の記録を頼む。イエス、ドクター。さて、これで診断が進むな。診断スペースで候補を絞り込むか。候補を絞り込むぞ。ロニー、準備はいいか。イエス、ドクター。
得した少女はパンコースト腫瘍と一致するな。ロニー、活断細胞診だ。痰に含まれる細胞を検査して悪性腫瘍の反応を見るぞ。イエス、ドクター。診察スペースへ戻りましょう。ご苦労様です。ああ、そう固くなるな。俺は面倒なのが苦手なんだ。失礼しました。いいって。で、痰の検査に協力してくれるか。イエス、もちろんです。よしよし、助かるぜ。ロニ、検査に回してくれ。了解しました。結果を受け取り次第ご連絡します。さて、あとは結果を待つだけか。どんな病状かと思ったが、夕飯までには帰れそうじゃないか。あの、ドクター、一つ報告してもよろしいでしょうか。ん？もちろんだ、何でも言ってみろ。先ほどより胸の痛みが増したように思うのですが。判定が出るまで時間があるな。悪化の原因を調べてみるか。申し訳ありません。ありがとうございます。ロニー、もう一度 X 線だ。準備を頼むぞ。イエス、ドクター。撮影の準備を整えます。ドクター。ああ、そうだな、早速確認してみるか。この影は。待て、見覚えがあるぞ。ロニー、すぐに症例を検索しろ。イエス、ドクター。少々お待ちください。該当一件、リザルガムで診断したカポジ肉腫類似の患者です。あの患者、確か急激な病状の変化を繰り返していたはずだ。まさかこの患者も。くそ、嫌な予感がするぜ。とにかく今できることはない。検査結果を待つしかねえか。細胞診の結果です。報告を行いますか。ああ、それでどうだったんだ。陽性です。患者の痰から悪性の腫瘍細胞が検出されました。そうか、わかった。これで病名は確定できるな。肺の影は気になるが、先に診断を確定させるぞ。イエス、ドクター。症状。イエス、ドクター。間違いない、パンコースト腫瘍だな。だが、以前のあの影が現れた患者は不可解な急変を繰り返した。ここで終わらせるわけにはいかない。ロニー、診断を続行するぞ。イエス、ドクター。診断の続行を申請します。嫌な予感がするぜ。この患者にも急変が起こらなきゃいいが。患者のハイヤに映った影と以前リザルガムで収集したデータを比較しました。およそ 40% の確率でデータの一致が見られます。くそ、いい知らせじゃねえな。とにかく診断に移るぞ。